じゃあカーリングスクールの、はい、今回のゲスト講師ですね、はい、を代表して SC カルチャークラブの山口さんに代表してちょっとコメントをいただくということでお願いします。はい、はい、ではどうぞお願いします。よろしくお願いします。こちらのイベント今回ご参加されてみて、まあ、率直な感想をお願いします。各回こうたくさんの人数の方が来てくれているということで、あのカーリングの知名度と実際に本当にやりたいって言ってくれる方が増えてるんだなっていうのをすごく身近に見てすごく実感しています。山口さんもでも振り返るとこんなに熱心にカーリングをやってくれる人たちが体で増えてるなって体で感じられることについては何かすごく時代の流れといういい時代の流れを感じてるんじゃないですか。そうですね、実際にはその、まあ、ロコ・ソラーレが、オリンピックでメダル取った後からこうやってどんどん人気になって、本当にカーリングがこの日本の中で身近なスポーツになっていってんじゃないかなと思うので、すごくこうメジャーなスポーツになってほしいなと思ってるんで、そういうところをこう感じれましたし、実際にはもう参加者の中でこうマイブラシ、マイシューズ持ってる方もたくさんいましたので、はい、そういうのを見れるとすごく嬉しいなと思いました。じゃあここで何か明日への第2歩、第3歩を掴もうとしている人たちも多いわけですね。そうですね、やっぱりカーリングってこう見るのがまあ楽しいんですけども、実際にやってみるともっと楽しい部分があるっていうのは僕は感じたんですけども、なかなかそれをこう実際にやってっていう一歩を踏み込んで皆さんにこう伝えることがなかなかできなかったんですけども、こうしてこのようなこう日本カーリング協会主催でこうやっていけるとかっていうのは素晴らしい企画だなと思いますし、もっともっとたくさんの方がやってもらえる機会をこれからも作っていけたらいいなと思ってます。まあ、まだ一組目なんでところだったの中での取材になりましたが、何か面白そうな方はいましたか。スカウト的なそんな感じ、笑いを取るとかじゃなくて、なんか光るものも、まあ、いろんな年齢の方がいらっしゃって、本当小さい子供から年齢の高い方までいましたけど、特に、ね、小さい子たちもこうすごく熱心にやってるというか、氷の上で楽しくストーンを滑らしてるって姿がすごく印象的で、僕も9歳の時にカーリング始めて、最初はオリンピックに行きたいっていう気持ちよりはどちらかというと氷の上でストーンを転がして思ったところにこう行ったっていうのがすごく楽しい記憶があって、それの積み重ねで今まで続けているので、そういう似た感覚っていうのを今日子どもたちの笑顔を見て感じたので、あの子たちが続ける環境さえこう整っていければ本当にいつかは大きい舞台で戦うことがあるんじゃないかなとか、日本の代表として戦ってくれるのかなとか思うとすごく楽しみな部分もありました。ここから育った人がいつか山口さんに教わったおかげですっていう時が来るといいですね。そうですね、そうです、ここでSC に教わったって言ってくれればすごく嬉しいなと思います。さて、でもいわゆる、まあ、カーリングのシーズンもそろそろ始まるとしてますけど、まあまあ、受験の世界でいうと夏を制すものは受験を制すという言葉があるように、カーリングも夏を制すものがシーズンを制すものがあるように、今期、ここまでどんなところですか、これから今期の目標やどんなところをしてみてみたいなことで話せる範囲をしてみましょう。はい、どうしていいですか、このまま過ぎて正直タイミングが正直ね、はい、すいません、すごいです。はい。チームとしては、4月に世界選手権が終わったので、はい、それぞれ自分で調整する時間っていうのを1回設けたんですけども、この先月の6月からはチームの練習再開して、で8月からはツアー大会に、どんどんエントリーしていく予定で、今予定しています。で、今年の大きい目標としては、世界ランキング上位が出れるグランドスラムに出場っていうところがすごくもうあと1本のところで出場できる圏内に来てますので、8月の最初のツアー北海道ツアー道銀クラシックから参戦予定なので、そこからいい結果出せるように
今本当に一歩ずつですけど準備してる段階です。今何位ぐらいなんですか。今世界ランキングは16位で1つ目のツアーが16位以内に入っていれば出れるところなんですけども、今シーズンの9月上旬まで2大会さらにポイントを追加しての最新ランキングで評価されるので、8月9月上旬のツアーでの結果っていうのは非常に重要になるので、それはいいですね。それはいいです、はい、そうか。ですので今この16位っていうのは日本の男子チームだと過去で、はい、コンサドーレが16位1回入ってるんですけども、それが同じ最高位ですので、うん、まあ、これ以上さらにいいところに行けば日本としては新しいこう舞台が見えてくるんじゃないかなと思うので、そのステージで早く踏み込みたいなと思ってます。なるほど、うん、世界選手権ではやっぱり久留米さんも山口さんとって世界選手権だったと思うんです、ちょっと髪が赤かった部分もあったと思うんですけど、どうでしょう、やっぱりあそこで得られたものっていうのはなんか反省、やっぱり長期戦になったりメンタルの問題、チームワークの問題、まあ、いろいろあってストーンが、まあ、アイスの読みもありますよね。何か山口さんにとっては久々に出てたり、他のメンバーにとっては初めての世界選手権という点では、それぞれチームとしてはどんな課題、反省を残したんですか。そうですね、まず一つ収穫としては昨シーズンは、約3ヶ月ちょっとぐらいのカナダ遠征で、たくさんツアーを回って経験値を積もうということでやったんですけども、そこで得た、経験値とか自分たちの作ってきた力っていうのは世界選手権でまずしっかり出せた結果だなと思います。ただ世界選手権に行ってみて感じたことは、予選突破した6位以上のチームっていうのは世界ランキングでも11位以上で、非常に強いレベルの高いチームばかりだったので、そこに入っていくためには僕たち自身がショットの精度もチームワークも全てもう2段階ぐらいレベルを上げないと、世界選手権でのメダル獲得とかオリンピックでのメダル獲得っていうのはまだまだ難しいんじゃないかなっていう差が見えたので、それが一番大きい収穫だなと思いました。うん、そのためにしなきゃいけないことは、まずは昨シーズンですと世界のトップ10のチームとの対戦数っていうのが非常に少なかったので、今年はやっぱり上位ツアーに出て上位チームとなるべくたくさん当たる経験を積んで、勝負っていうのはどういうものだっていうのを学びたいなと思ってます。なんか男性版ロコソラーレになってきた。そうですね、ロコソラーレは本当この8年間ぐらいそのツアーでもグランドスラムでもいい結果を出して、去年はグランドスラムは優勝もしてますので、彼女たちから得ることっていうのは非常に僕たちも多いなと思ってますので、本当に、真似する部分はしっかり真似して追いついていきたいなと思ってます。最後の質問ですが、ファイヤーっていうのは SC カリザクラブのあれになったんですか。いや、ファイヤーは、そんなことないんですけど、まあ、僕が言っていくうちに皆さんクラブの選手もみんな自然で使ってくれているんで、まあ、ファイヤーになってきてます。はい、ファイヤーとかけて今年度とそのところは、そんな難しいことは僕言えませんけども、はいはい、やってきたことを最後完全燃焼できるように頑張りたいと思います。わかりました。以上でございます。ありがとうございました。